森の中にこう雫が落ちたみたいな感じで、でこういうドロップ型なんですけど、まあ、それがこう起き上がり拳みたいな形で下にある程度重りを持ってくればこう勝手にこう高さ高く立つんじゃないかっていうことでやっています。設営する場所の中でお気に入りの、まあ、草花を選んで、そこに透明の柱をこうそっと包み込むように立てて、そこにこう幕を立てるという、まあ、すごくシンプルな構造なんですけど、すでにそこにあった自然に寄り添うように、一晩、その草花と夜を共にすることができるというのがコンセプトです。ちょうどこう大都市からちょっと離れたみたいな土地なので、なんかそういうこう東京を脱するとか大都市を脱するというような、なんかそういうイメージで土地を捉えました。幾何学的な美しい、どこにおいても綺麗なテントっていうのを考えて、それがこう高床式になっていることで、こう起伏のある土地でも、こう安定して寝られるようなものを考えました。まあ、複数の建築家の方がいらっしゃるので、まあ、皆さんがテントを作るならば、まあ、僕はこうストーンテントを作って、まあ、そこにこうサウナという体験をこう併設することによって、まあ、もっとこう全体としてこの場の記憶がこう残るようなものが設計できないかなというふうに考えました。もしかしたら私作品作ってる時未来にいるかもって思ったんですね。少し先の未来をこう自分の中に存在させると、今がもっと楽しくなるっていうか、今を過去だと思うと未来を変えたら過去も変わるのかな。光を歪ませることができるかっていうのが僕の最初の、まあ、初期衝動というか、そのビジュアルのイメージとしてどう落とし込めるかっていうのを、まあ、レーザーとプロジェクターを使って表現しています。共和音と不協和音の緊張と解決というようなものを表現できればと思って作品を作ってみました。今回は、サメの香水を出しています。まあ、ヒューマンシャークというタイトルの香水を、まあ、人間用とサメ用の香水を出しています。私が乳がんになった時からずっとこう作品を作っている、乳がんに関するがん細胞って何かということを考え詰めたら、不良息子なんじゃないかというふうに思い始めまして、工芸属者とスーパーセルという乳がんに関するプロジェクトっていうのが一緒についになって展開している展示になっています。キースヘリング美術館というキースヘリングのコレクションのある美術館の中で、もう一つその
小さい展示室みたいなものを美術館の中に作って、でその中を見ると僕たち の, そのコレクションが見ることができるっていう内容の展示になってます。アラン・チューリングは計算機コンピューターとか人工知能の父として知られていますが、彼が晩年に発明したですね、チューリングパターンという生物の形態生成の数理モデルが、実はキース・ヘリングが描くトライバルなパターンにそっくりだということで、性的マイノリティとして異なる時代を生きた2人の天才の対話の場を作ろうということで、今回このコンセプトでいくつか作品を作りました。